私はデブじゃない、見やすいだけ。どうも、花嫁純です。本日はですね、インスタグラムの方でみんなの恋愛相談乗ったんでという風に募集をかけましたところ、とんでもない数いただいておりますので、みんなのお悩み聞いて私がそれにズバズバ答えていくよみたいな動画を撮れたらなーなんて思っているんですが、みんな本当に恋愛悩んでるんだわと思って、この中からね、ちょっと目に留まったものとか、これ答えたいなと思うものをお答えしていけたらなと思っております。結構ヘビーな方がおもろいよな、人の悩みを。おもろいおもろくないの基準って言うのやめや。1つ目、いつもおごられるのが気が引けます。自分で食べた分は自分で払うカップルの方が気楽で続きそうなのにと思ってしまうんですけど、これって実際彼氏におごられておくべきですか？同い年20歳です、だそうです。この方はまあ女性なんですかね。おごってもらっとけばいいんじゃないですか。まあでも確かに割り勘とかしてる方が長く続くよね。お互いに20歳だったら、その彼氏も社会人なのか大学生なのか分かんないけど、そんなに言うてお金ないと思うんですよ。毎回毎回おごるってなると、彼もしんどくなってくると思うので、その前に、まあ、言ってあげるのがいいんじゃないかなとは思うんですけど、最初のうちは怒られといてもいいんじゃないですかね。男性を立ててあげるという意味でも、それだけで終わるんじゃなくて、何でもない時に彼がタバコとか吸う人だったら、これで合ってるよねとか言って吸ってるタバコ買っててあげたりとか、カフェ代いつも奢ってもらってるからここは私が出すねとか、そういう風にバランス取っていくのもいいと思います。ちょっと下ネタ周りの恋愛相談なんで言いますね。女性のあそこのバタフライの部分ですね。バタフライが大きくて、彼氏できた時にエッチするの戸惑っちゃいそう、躊躇しちゃいそう、でもしたい、はい、好きにしてください。まあ、よく聞くよね。女の子でラービーの大きさに悩んでる子とかいますけど、あと色とか、そういうのを専門としたクリニックも今たくさんあるし、専門医に相談するのがいいかなと思います。キスマークつけられたら周りにどうごまかしてますか？いや、隠すでしょ、普通に。メイクで。コンシーラーとか今優秀なのたくさんありますから、隠してくださいね。たまにさ、バカな女がさ、キスマークをなんかこれ見よがしになんか見せびらかしてるバカなやつとかいるけどさ、恥を知れと思いますね。はい。30歳で処女どう思う？全然いいんじゃないですか。魔法使えた。処女は関係ないか、童貞の場合か魔法使えんの。性交渉が全てじゃないですし、人生のね、それ以外でもっとたくさん人生って豊かにできるし素晴らしいものだと思うので、なかったからといって上とか下とかもないし、逆にね、大事にしてるのかなって、好印象なんじゃないですかね。男性からしたらどうなんですか。これから訪れるであろう初体験を大事にしていただきたいなと思います。適当な男性ととかではなく、この人と思う人と交わっていただければなと思います。素敵な初体験になりますように。旦那が早漏すぎるという、お悩みなんですけれども、これも人によるんだろうけど、私断然早漏の方が好き。ちょっと待って。何のカミングアウトしたんだろう今。治療の人しんどい、手も疲れるし口も疲れるし、やめや。私に本気の男になかなか出会えません、助けてください。みほ。みほっていうのはですね、編集者さんにちょっとお伝えしたいんですけど、みほっていうのは、わかるという意味です。二丁目用語なんですけれども、まあ、わかるっていうことを、わかんのってめっちゃ言うんですけど、わかんのからの、かんのみほ、わかんのみほからの、もう最近はもうその最初の部分全部取っ払って、みほって言ったらわかるって意味なんで、私もその現象に悩まされてまして、まあ、モテるなーって思ってたんですよ。そこそこまあ、男の人から声かかるんですよ。それに対して、あ、私ってなんか、需要あるんだわ、ほほほーとかと思ってたんです、バカみたいに。でも気づいたんです。これって穴モテだって気づいたんですね。まあ、この方が穴モテとは思ってないですよ。そういう意味じゃないんだけど、本気で好きになってくれる人、なかなか出会えない、助けてくださいっていう部分だけを見ると、まあ、わかるなっていう。どうしたらいいんですかね。真剣な男が寄ってくる時って、あなたがそういう風に向き合う姿勢になっている時だと思うから、真剣な恋愛がしたいと本当に心の底からまだ思ってないのかもしれないですね。ってことは私もってこと。差し飲みも行ってくれるんですけど、なんならいつもおごってくれるし、飲み会の差しでも帰りに恋人つなぎじゃないですけど手をつなぎましたし、私が飲みきれなかったカシスグレープを飲んでくれて、でも束縛女と別れてくれないです。姉さん助けてください。あなたを救う前にですね、一個あなたにちょっとカツを入れたいんですけど、人のもんやで。気持ちはわかりますよ。彼女持ちだとしても好きになっちゃったら仕方ないですから。ただ、彼女さんに隠れて二人で差しで飲むとか、それは良くない。彼女さんが知ったら辛い思いするでしょうが、諦めろとは言いませんよ。別に好きでいるのは自由だよ。ただ人のもんに手出すのは違うじゃん。だから別れるのをただただ黙って、こうしたあんたんと狙いながら待つしかないの、あんたにできることは。分かった？厳しいこと言うようですけど、まあ、人の彼氏なんで。
同棲するタイミングが分かりません。私も彼も実家暮らしです、ということなんですが、まあ、半年付き合ったタイミングとか1年記念日とかの時にそろそろ一緒に住まないとかじゃないですかね。でもさ、同棲が必ずしもいいとは限らないしね。別々のお家に住んでることによるいいこともあったりするじゃない。自分の時間が持てるとかさ、毎回会う時に新鮮な気持ちで会えるとかさ、まあ、でもこういうさ、結婚しようとか同棲しようとかカップルの中における節目みたいなもの、必ずしも男性から言わなきゃいけないわけじゃないと思うから、この方多分女性だと思うんだけど、ねえねえ一緒に住まないみたいな感じでぬるっと言ってみるのもありなんじゃないかなと思いますよ。既婚者ですが、普通にかっこいい人を見てかっこいいとときめくのも浮気に入りますか？全然入りません。安心してください、あなたは健全です。結婚してたって、彼氏いたって、私だって彼氏いる時にすれ違った人めっちゃイケメンだったなと思う時だってあるし、だからといって別に行動に移すわけじゃないじゃないですか。何にも悪くないので安心してください。そこでなんかまた不倫とかしちゃったら話は別なんですけどね。私なんならもうすれ違ったイケメンとかティンティンのあの形状まで想像してますからね。今のカットで絶対カットしてくれなそう。レスからの不倫ってどう思いますか？これは難しいですよね。旦那さんの方が求めているのに奥さんの方が拒否してるタイプのレスだったら、もちろんその男性が悪いんだけど、じゃあちゃんとやってあげてたの？っていう話にはなるから、もちろんその不倫しちゃった男性が悪いんですよ。だけど男性の気持ちもちょっと分かっちゃう部分もあるから、不倫されるよりマシだと思えるんだったらお手伝いしてあげるとかするしかないんじゃないかなと思うんだよな。難しいね、こればっかりは何とも言えないですね。あ、これ気になりますね。セクシャリティ診断したらリスセクシュアルでした。リスセクシュアルでも恋愛可能なんでしょうか？リスセクシュアルって何？ LGBT の当事者でも全然知らないやついっぱいありますね。リスセクシュアルとは、性的指向、どんな性の人に性的欲求を持つかに関わる概念で、自身は性的欲求があり、他者に対して性的な感情を抱くこともあるが、他の人から性的な感情を持たれたくないセクシャリティのこと。でも結構その重度なリスセクシャルの方だったら難しいよね。普通に人のことは好きになるけど、相手からそういう風に好意を向けられたらうわって思っちゃうわけでしょ。私そういうタイプの人間なんだよねっていう風にお付き合いをしそうになった段階で言って、ずーっと私に興味ない素振り続けてもらうとかしかなくない？でもセクシャリティって結構推移するじゃないですか。好きって言ってもらってそれでも冷めない人とまだ出会ってないだけかもしれないじゃん。この人大好きって思える人に出会ったら変わるかもしれないしね。自分なんて恋愛できないんだなって思ってやむんじゃなくて、未来に期待してワクワクしていきましょう。人を好きになった時にメンヘラになるのやめたいです。わかる、めっちゃわかる。私も結構なんかメンヘラになってしまうっていうか、誰にでも優しいとか私無理なんですね。私だけ特別扱いしてくれなきゃやだみたいな感じだから、大わがまま姫だから結構それでメンヘラ起こしたりとかするんだよな。でもメンヘラが好きな人もいますから。でもやめたいんだもんね。メンヘラをやめる方法は多分自分に自信をつけることなんだと思うんだよね。私自己肯定感の低さから、自分に振り向いてくれるかなみたいなところでさ、不安になって病んでメンヘラ起こしちゃうんだよね。自分に自信をつけることにちょっとフォーカスして、自分磨きだったりとかしたらいいんじゃないかなと思います。高一男子です。彼女も彼氏もできたことがないです。変ですか？あんた16歳でしょ。全然そんなことない。これから。何を言うてんだ。33歳で彼氏いません。変ですか？これからたくさん身を焦がすような素敵な恋愛が待ってるかと思いますので、期待して生きていってください。好きって何ですか？その人が他の人といることを想像して胸が苦しくなるか否かじゃない？単純に恋愛における好きはね。結婚とかってなってくるとまたちょっと話は別なんだけど、それが結構なんかその指標になる。私の場合試してみてください。ねえ、どうやったら出会えるのか教えて。わかんの？どうやったら出会えるんですか？出会いとかなさすぎて普通に干からびそうです。どうやったら出会えるんだろうね。最近結構夜ちょこちょこ飲みに行ったりとかしてるんですよ。ただね、私が飲みに行くところってゲイバーなんですよ。周りにいる男全員ゲイ。マジで出会いないです。こういう出会い方おすすめだよとか、こういうところに行けば出会えるよみたいなの、もし皆さんあったらコメント欄で教えてください。私も知りたい。ニューハーフを好きになる人って超絶ド M 男多くないですか？私はそれで冷めることが多いです。めっちゃわかる。ニューハーフとワンナイトしたいとか、私みたいなニューハーフを好きになってくれる男性ってね、マジのド M が多いの。踏まれたいですとか、無理やりやられたいですとか、ペットにしてほしいですとか、なんかそんな男ばっかなんだよね。なんなんだろう。この方も多分ニューハーフの方なんだと思うんですけど、あるあるだよね。ニューハーフ業界あるあるだと思うんですけど、ニューハーフにいじめられたいみたいな願望があるんですかね。こういう方もいますよね。恋愛に興味がないって変ですかね。全然変じゃないんじゃないですか。私も、まあ、常にじゃないけど全然恋愛興味ないなみたいなモードになる時ありますよ。この方は常にないのかもしれないけど、これ何回も言いたいんだけど、人生において恋愛はマストではない。
スパイスぐらいに思ってていいと思うよ。別にさ、恋愛してないからといってその人の人生がつまんないわけじゃないと思うの。恋愛以外のところでどんだけでも人生豊かにできるし、有意義なものにできるし、素晴らしいものにできると思うの。ただそれにプラスアルファ恋愛というものが乗っかったらより彩りは出るよねみたいな。まあ、恋愛ってやっぱ辛いけど楽しいし、でもマストじゃないので、別に興味がないならする必要ないと思うし、興味がないっていうのも一時的な話かもしれないし、今後恋愛に興味を持たせてくれるようなそういうお相手に出会う日が来るかもしれないし、別に無理してする必要ないことだから恋愛って。まあ今は興味がなくてもいいんじゃないですかね。別に冷たくしちゃう、クールぶっちゃうんですけど治らないです、こういう時どうすれば正解ですか、じゅんさんが思う答えを教えてくださいということなんですが、これさ、私気づいたことがあって、素直な子って可愛いしモテるよねっていうことに気づいてから、私はすごく好きな人に好きって伝えるし、友達でもそれはそうなんだけど、あなたのことをいいと思ってますっていうのは前面に出すようにしてるの。私も結構この人みたいな感じで、昔は好きであればあるほど冷たくしちゃったり避けたりとか、相手の人からしたら嫌われてんじゃねえかなって思っちゃうぐらい私は結構冷たくしちゃうタイプだったの。でもそれでうまくいった試しマジでなかったので、周りの子たち見てて、常にニコニコしてる子とか感情を表に出す子ってやっぱ人にめちゃくちゃ愛されるし、彼氏にも大事にしてもらえてるし、幸せを掴んでるなってすごく思ったのね。前面にもあなたのことをすごくよく思ってます、大好きっていうのを素直に伝えて、常にその彼の前ではニコニコして楽しそうにしてっていうことを努めると恋愛うまくいくなって私は実体験で思ったの。ツンデレみたいなのが好きな男性も一定数いると思いますが、大半は素直に可愛くあなたのことが好きですって思ってくれてる、このことを好きな男性が多いんじゃないかなって思うから、ギュッて180度変えたんですよ。そっからなんか恋愛がうまくいったりすることが増えたので、友人関係もそうだし、その恋愛においてもそうだけど、進展しやすいのかなっていうのは思いました。ねえ、切ない。好きな人は今日も女を抱いている、私以外の切ないって。あんた意地らしいね。こればっかりはね、もう相手がいる方だったら何にもすることできないですからね。彼が別れるのを待つしかない。もう辛いよね、本当に。胸が張り裂けそうになりますよね、本当に。でも別にお相手がいる方だからといって諦める必要はないと思うので、今のその彼女さんに迷惑がかからない範囲でちょっとアピールしてみるとかしてもいいのかなとか思ったりもするんだけど、どうですかね。ゲイやニューハーフが好き、でも私は女だから相手にされない、どうにかなんないの。この方は女性で、恋愛対象がゲイの方かニューハーフの方が好きなんですね。どうにもならないと思います、それ。ごめんなさい。まあ、世の中バイセクシャルの男性もいますから、それで手を打つのはどうでしょうか。バイセクシャルが妥協案みたいな言い方しちゃった。ごめんなさい、そんな意味じゃないですよ。バイセクシャルの人とかだったら、自分のことも好きになってくれる可能性もあるわけだし、男性のこともまあ恋愛対象として見れるみたいな人がいいんじゃない?いい人に出会えますように。好きな人にアピールしてて手応えなくて自信失いそうになった時どうします？スパンスパンって感じ。あんまり引きずらないんですよ。最近ちょっとね、いい感じだなって私が勝手に勘違いしてた彼がいたんですけれども、その方がまあ私のことそういう風に一切見てないということが分かった瞬間に、もう大丈夫ですさよならみたいな感じで関係を断ちました。アピールしてて、あ、脈ないなーって思った瞬間に次ってなって、自信を失うとかない。だって私って可愛いから。単純に彼にとって私がタイプじゃなかっただけの話じゃん。私のことタイプって言ってくれる男性なんてきっと探したらたくさんいるはずって思ってるから、ただ単純にその彼が私に合わなかっただけと思って切り替えて次っていきます。次でラストにしましょう。ぶん殴りたい案件でございます。婚約しました、嬉しい、おめでとうございます。婚約をしましたということなんですけれども、まあ、世の中にはですね、独り身で色恋沙汰なんて何にもなくて枯れそうになってる女がいたり、はたまた婚約しました嬉しいと浮かれている女がいたり、世の中って面白いですね。はい、ということで、以上皆様のお悩みに答えてみましたが、いかがでしたでしょうか。全然答えられなかった。この動画が楽しいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。あと私の各 SNS の方もフォローよろしくお願いいたしみゃーす。はい、ということで、次の動画でお会いしましょう。また明日。じゃあねー。